ケンペネイングリッシュ、体験者の声。先生がゼロから学び直すっていうのではなくって、自分が知ってるものを思い出すっていうところからでいいんだよって言ってくださったので、それがなんかちょっとハードルが下がってやってみようかなって気持ちになりました。いろんな難しい単語を調べていくっていうよりは、自分が知ってるものとか、自分が簡単に使ってたようなものとか、あとはまあちょっとカタカナ英語になってるやつを英語では何て言うかなとかっていうところの英語を使って文章にしていくっていうことなのかなって思って、はい。初めはすごくドキドキして、ちょっと英語と思った時にやっぱし真っ白になったんですけど、なんか皆さんの話とか聞いてると、やはりちょっと知ってる単語とかそういうのが続いてくるので、あ、そんな感じでいいのかなとか、ちょっとだんだん慣れてきて楽しくなりました。先生がまあいろんな外国語を喋る国の方が、いろんな方がいるので、間違ってる英語ってないよ、それよりも堂々と喋ってった方がいいよっていうことを言ってくださったのがちょっと印象的で、もうちょっと喋っていきたいなとは思いました。